20歳、あの知事選挙行ってほしいんですよ。すいません近づきますよ。大丈夫です。近づいただけで妊娠しませんから。あの知事選挙があってその応援に来たんですけど、あのすいませんチラシください。チラシもらっていいですか。チラシをもらってくれへん。てか皆さんの本当将来に直結してる問題なんで、ぜひ興味持ってほしいんです。あ、ぜひ受け取ってください。お願いします。何の言うなんでお願いします。クールやな。ドラムがうまい子。それはこいつ。お母さん辛いの。お母さん、いや、いるのでしょ。ありがとうございます。久しぶりですわ。覚えて長いこと。君らの未来やってることは、君らの未来を売り飛ばしたのばっかりやってる。オーバーじゃなくてミックス、ミックス、ミックス。何をまた飛んでんの話じゃん。ブログやってるから読んでみてほしい。そこにあの中高生でもあの分かるように書いてるから、はい、僕が理解できたってことは中学生も理解できる。だからあの山本太郎ブログで検索してほしいね。今ほんまひどいことばっかり行われてるから、ブログをちょっと興味持って読んでほしい。はい、じゃあぜひ興味させてもらえ、はい、OK、ありがとう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。グローバリズムの典型で。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、あの、興味です。報道する氏、本人です。名前です。ただ今日お借りいたしまして、小田崎望む知事、何としても実現してほしいと東京から駆けつけていただきました参議院議員の山本太郎さんをご紹介いたします。参議院の皆さん、こんにちは。参議院議員1年生。山本太郎と申します。よろしくお願いします。どうして山本太郎が参院で今マイクを握っているのか、答えは簡単です。皆さんご存知の通り、京都府知事選の応援に参りました尾崎望むさん。この方以外にいないだろうということで今日応援に参りました。山本太郎は参議院議員になったのが去年夏でした。8月から国会の中でどんな政治が行われているかを国会議事堂の最前列でずっと見せられてきた。今政治が行っているのは全くの茶番、全くのデタラメ。誰のための政治をやっていると思いますか。この国に生きる人々のための政治は行われていない。今行われている政治は大企業、お金持ちのために行われている政治なんです。どうしてそんな政治をするか、答えは簡単。自分たちに利益がもらえるから、企業に得になるようなルール改正をし続ける。それが国会の中で見せられた現実でした。消費税増税、誰が幸せになりますか。なりません。皆さんのお財布より硬くなっちゃいますよね。不況でデフレ、それの打開策に消費税、バカ言ってんじゃないよって。世界中でそんなことやった国なんてほとんどないんだよって。減税するべきだろって。でも安倍政権がやっていることは、大企業に対しては税金を減らす、そしてこの国に住む人々からはどんどん お金を巻き上げる。消費税一点取ってみてもあまりにも不条理。お店とそして消費者とその間だけで取られる税金じゃないんですよ。消費税は皆さんご存知だと思います。取引があるところ全てにかかる税金。例えばラジオを作ります。 DVD のプレイヤーを作ります。電気屋とそれを買う消費者だけのやり取りじゃないですよね。部品の一つ一つにわたるにまで取引が行われる。中小企業の首を絞め続けてるんですよね。それが現実。これ以上弱い者への締め付けがきつくなってしまえば、首をくくらなきゃいけない人たちがたくさん出てくるんです。完全な弱い者いじめですよ。それだけじゃない。生活保護、
どんどん引き下げようって。生活保護は皆さんどんなイメージ持たれてますか？国が、マスコミが伝える生活保護、怠け者が生活保護を受給してるんだろ、真面目に働けみたいな、そんなイメージが刷り込まれている。実態はどうなんだって。不正受給、悪いことをして生活保護をもらおうとしている、そのような数は 1.8% なんです。全体の 1.8% が不正受給をしている。もちろん 1.8% は正されなきゃいけないけれども、他の 98% の人たちは適正受給なんですよ。消費税、消費ごめんなさい、生活保護を受けるのは恥だ。そのような刷り込みによって生活保護を受ける人たちを極力減らそうとしている。生活保護、誰が受けてもいいんですよ。人生の中でもう一度やり直すチャンス、それを得られるまでに国が補助をするのは当然。自分一人の力で生きられない人に対しては国が手を差し伸べる、当たり前なんですよ。でもどうしてそのような弱い人たちに対して引き下げたり切り捨てたりするのか。当たり前なんです。安倍政権がやろうとしていることは、この国に住む人々たちの政治ではないってことを皆さんにお伝えしました。企業に対する利益の還元の連続、消費税、生活保護、社会保障の切り捨て、それだけじゃない、特定秘密保護法、この国を守るために必要な法律なんですっていう説明があった。本当ですかそれって。国防秘密っていうのがあるよ、国を守るためにはねって。でも国の秘密、国防秘密はすでに今ある自衛隊法で守られてるんですよ。じゃあどうしてそんなに秘密の幅を広げなきゃいけないのって。答えは簡単なんですよ。自分たちにとって不都合なことは片っ端から秘密にできるように、誰々がどこどこに天下りしたとか、そんなことも全て隠せてしまう。今までした悪いこと、これからする悪いこと、全部覆い隠せるようになってるんですよ。それをいろんな詭弁を使って、この法律がなければ国が守れないだなんて大嘘なんです。それだけじゃない、 TPP 聞いたことありますよね。 TPP なんだって、太平洋の周辺の国々で金、物、人、これを自由にやり取りできるようにしよう。聞いただけだったら、ちょっと聞いただけだったら、それっていいね、自由でいいじゃないか、そう思ってしまうかもしれない。でも本当の狙いはそこじゃない。誰のための TPP か、答えは明らか。 TPP は秘密交渉、秘密条約なんです。TPP の中身についてはほとんどの人が知れない。国民の代表であるはずの国会議員でさえもこの TPP の交渉内容ほとんど知ることができないんです。でもこの秘密交渉である TPP の中身を知れる人たちもいるんです。どんな人たちが中身を知っているか、600にも及ぶ企業の関係者、600に及ぶ企業の関係者は TPP の交渉内容を知れるんですよ。おかしくないですか。誰のための交渉なの、誰のための条約なの。国民の代表、国会議員も中身を知れないのに、企業の関係者、600に及ぶ関係者はその中身を知れてしまう。この一点だけでも誰のための交渉かは明らか。 TPP は規制緩和、企業に対しての規制緩和を最大限のものにします。最大限の規制緩和が行われた場合、一体どうなるか。その幸せは労働者に来るんです。働く人々に、労働が市場化される、労働が商品にされる。そこに規制緩和が持ち込まれたとしたら、長時間労働、低賃金、今でさえもそうなんですよ。ブラックな働き方している方々、この中にたくさんいらっしゃると思います。この規制緩和、労働市場というものが解放されてしまえば、もちろん長時間労働、低賃金は加速する。それだけじゃない、
今安倍政権がやろうとしていることは外国からの労働者も日本に入れようとしている。あなたの仕事が奪われるんです。あなたの仕事がなくなるんです。あなたよりも安い値段で長時間働いてくれる人たちを海外から呼び込んだらどうなりますか。この国は、日本という国は誰のための国なんでしょうか。この国に住む人々のためですよね。この国に住む人々のものなんですよ。それを企業のために最大限に規制緩和をしていこうとしている。 TPP は労働問題だけじゃない。農業もそう、医療もそう、そして公共調達、いろんな分野、20に及ぶ分野にわたって私たちの財産を海外の企業や大企業に切り売りしていくものなんです。だからこそ600もの企業がその内容を知れるっていう仕組みになっています。それを推し進める安倍晋三さん呼び捨てはまずいなと思いました。さすがにね、安倍総理、安倍内閣が目指しているものは何なのかはっきりしてるんです。取り戻す、取り戻す、日本を取り戻す、とんでもない、取り戻す、取り戻す、自分たちの利権を取り戻す、そういう話なんです。この先どうなっていきますかね。この中で正社員の方々ってどれぐらいいらっしゃいますか。現在日本で非正規という働き方をされている方々 38.2%。 どんな働き方だよって。非正規を増やして正社員を使わなくてもいいようにしよう。企業が好きな時に雇えて、企業が好きな時に首を切れる、そのような労働環境を今安倍政権は作り出そうとしている。会社が、企業が、労働者、働く人々に対して責任を持たなければいけないけれども、その責任はなくていいよっていう働き方を提案している。冗談じゃない。どうしてこの国に住む人々、働く人々に対してそのような環境を持ち込もうとしているのか。答えは簡単、大企業のため。いい加減にしてくれと。こんなことじゃ貧困状態に置かれる人々がもっと増えるってことなんです。日本の貧困 16% ですって。先進国、美しい国、強い国、貧困は 16% も存在してるんだと。貧困って何？ざっくり話すと、月々9万3000円以下で生活をされている方々、6人、7人に1人はそのような状況に置かれていると。単身女性、女性の一人暮らし、3人に1人は貧困の状態ですよ。アベノミクスでこの中でお金持ちになった人いたら手を挙げてください。カンパしてほしいです。いるわけないんですよ。いるわけない。当然理由は何？答えは簡単、企業が儲かるようになる。それをトリクルダウンと言って下まで流れてくるよ。流れてこない。企業は内部留保という形でその富を抱え込む。 1%、 1% の人々の政策がずっと行われているのが安倍政権。ここに対していい加減にしようと。この国に住む人々の政治をするんだってことを伝えるためには、地方から戦いを挑むしかないんですよね。京都府知事選挙、あなたの大切な人々、あなたのための選挙なんです。未来と直結している。この選挙落とすわけにいかないんです。尾崎さん、気合入ってますよ。尾崎のぞむさんは骨のある人です。京都の丹後、京丹後にアメリカ軍基地ができるって話、皆さんご存知ですか。 X バンドレーダーができるって。なんだその X バンドレーダーって。青森県の駿河にも一つ設置されている。もう一つ京都の京丹後にも置こうぜって話になっている。これは朝鮮半島から出てきたミサイルを感知するためのもの、アメリカの防衛のためにそれを設置しようとしてるんです。でもレーダーがそこに置かれたならば、戦争が始まったとしたらまずどこを攻撃しますか。レーダーが最初に攻撃される。戦争が始まれば沖縄じゃなく
京丹後、京都が標的になってしまうということなんです。現職の知事はこの X バンドレーダーに対して賛成と言っています。尾崎さんは勇気を持ってはっきりと X バンドレーダー、アメリカ軍基地にはノーだと言うんです。国が決めようとしていることに対してそれは作っちゃダメだということには勇気がいるんですよね。本物のリーダーを選んでください。骨のある人を選んでください。尾崎さんは皆さんのための京都府を作る、そのような気概を持った方です。力を貸してください。よろしくお願いします。山本太郎でした。ありがとうございます。ただいま力強く伝えていただきましたのは参議院議員の山本太郎さんでございました。本日は東京からブロガーの山宮真音さん、そして弁護士の中村琴さん、なんとしても小田井知事の実現をと応援に駆けつけていただきました。ありがとうございます。府民が主人公の新しい京都市政を作るため全力を挙げて頑張りましょう。知事候補尾崎望む、なんとしても4月6日京都知事へ押し上げてください。京都府にアメリカ軍の基地をの、そして原発はの、こういった京都市政なんとしても実現するためにどうか皆さんの大きなご支持とご支援を心からお願いをいたします。皆さん、こんばんは。4月6日の府知事選挙に立候補しました尾崎望です。どうぞよろしくお願いします。今、山本さんからたくさんお話がありました。安倍政権の暴走が止まりません。何としてもストップをかけなければなりません。しかしこれから2年余り国政選挙は予定されておりません。全国が注目するこの府知事選挙、府民の皆さんが絶対消費税に反対を主張する知事、原発再稼働反対を主張する知事、何よりも日本国憲法を絶対変えてはいけないと主張する知事、この知事を選んでいただくこと、これが安倍政権の暴走ストップの一番大切な手段になると、私はその先頭に立って奮闘する決意です。どうぞよろしくお願いします。皆さん、京都の経済は全国一位冷え込んでしまいました。企業の倒産、この3年間で1万件以上、ワーストワンです。そして働く者の給与、実に10年間で120万も下げられてしまいました。全国平均の2倍です。なんでこんなに京都経済が冷え込んでしまったのか、その理由ははっきりしています。これまでの山田府政が大企業を優遇し、我々多くの府民、そして何よりも中小企業を軽視してきたが、これに他なりません。皆さん、京都経済を支えてきたのはものづくり、お商売人さん、伝統工芸、こういう中小企業の皆さんでした。私はまず京都の景気を良くするためには中小企業が頑張る、元気になる、このことが一番大切だと考えます。私は中小企業振興基本条例を作りたいと思います。京都はたくさんの物品を購入しています。4年前テレビの地デジ化に際して府立学校のテレビを全部買い替えました。実に東京の電気屋さんから発注したわけです。また皆さん、今我々が読んでいる京都府の広報、この印刷は実は神戸市の業者に依頼しています。我々の税金が全て東京や神戸に流れていってしまっているわけです。私はそれを変えます。全て京都府内の業者にお願いする、地元にお金を回す、このことがまず経済再生に第一だと思います。働く者の雇用大変です。若者の雇用、これからの京都を担う若者の雇用が本当に厳しくなっています。山本さんのおっしゃった通りです。先日ある青年のお話を聞くことがありました。彼は大学3年生から1年かけて実に50社の企業を回りました。全て不採用になったそうです。不採用の理由一切知らされずです。もうこれは自分が悪いんだと言われのない自己責任に落ち込んだそうです。最後はもうブラック企業でもいい、こういう心理まで追い込まれたそうです。どっか間違ってると思いませんか。私は京都府の雇用は京都府が責任を持たねばならない、
そう考えます。まず多くの働く者が雇用されている中小企業が頑張ること、これが第一です。そして大企業あるいは大型店舗に対しても地元から正社員を雇ってください、このことを主張していく、こうやって中小企業そして働く者が元気になる、そういう京都を作っていく、このことをお約束したいと思います。町場の商店街、町場の財産だと思います。これから高齢社会が進んで車を運転しないと郊外の大型店舗に行けない、そうなったら皆さん日常生活どうしますか。これは歩いていける範囲に日常生活に役立つものが全て手に入る商店街があるからこそ我々の生活が維持できるわけです。商店街はお祭りを守ってきました、運動会も守ってきました、まさに文化を伝承したそれも商店街です。私は商店街に頑張ってもらいたいと思います。ですから大型店舗の無制限な進出には必要な規制を加えたい、大型店舗も町場の商店街も共に営業が保てる、そういう規制を加えていきたいと、こういうふうに考えます。皆さん子どもの貧困が非常に心配です。右京区も子どもさんの多い自治体です、行政区です。お風呂に入れてもらってない、あるいはお薬を飲ませてもらってない、あるいはご飯も食べさせてもらってない、貧困はこういう形で発見されます。漏れなく広げ上げ、必要であれば生活保護にちゃんとつなぐ、必要であれば児童相談所にちゃんとつなぐ、そのために私は京都に子どもの貧困対策室責任部署を作りたいと思います。皆さん虐待を受けた子どもたち、最初は一時保護所で暴れるわ、喧嘩するわ、逃げ出すわ、大変です。常勤の当直は一人なんだそうです。とっても手に負えません。しかし子どもたちが素晴らしいのは、虐待を受けていても安心できる居場所があって、そして受け止めてくれる大人がいれば時間をかけながら立ち直っていく、こういう素晴らしさを持っているんです。それに一人一人向き合えない悔しさを感じながら児童相談所の職員は日々奮闘されています。児童相談所増やします、児童養護施設増やします、一人一人の子どもたちに向き合えるようなそういう貧困対策をしていきたいと思います。学校の先生全く足りません。月70時間の超過勤務で働いておられます。学校を増やします、教員を増やします。そして中学3年生まで35人学級を実現します。こうして一人一人の子どもたちに向き合える教育環境を作っていきたいと考えます。中学の給食全く不十分です。京都のどこにいても温かくて安全な給食が保障できるように市町村を支援したいと思います。今年の高校入試制度全く悲惨なものに変わってしまいました。実に前期選抜6割の子どもたち、7000人を超す子どもたちが不合格の学院を押されたわけです。これから高校に入って自分の人生の主人公になる、自分の進路を決める、かけがえのない友達を作る、この素晴らしい時期の出発点にいきなり不合格の落選をされました。こんなことを放っておいていいわけはありません。私は教育委員会と徹底して話をし、教師の意見、父母の意見、何よりも子どもたちの意見を尊重して、どの子も自分の能力を生かせる高校に、地元の高校に行ける教育入学選抜制度に変えていく、こうやって私は京都から子どもの貧困を根絶する、どの子も健やかに育つ、安心して子育てのできる京都を作っていく、このことをお約束したいと思います。平和と脱原発の問題です。今国は原発を基本的なエネルギー源、電源と認めてしまいました。我々が黙っているとどんどんと原発の再稼働が進んでいくこと危惧されます。しかし皆さん、福島原発の教訓はただ一つです。安全な原発などありえない、このことです。私は国に対しては原発再稼働を絶対許すな、原発の輸出も許すな、この声を上げていきたいと思います。また皆さん、ここから60キロしか離れてない若狭湾には原発が14基も存在しています。一昨年夏場を迎えて山田知事は大井原発の再稼働にゴーサインを出しています。私は反対です。
関税に対して大阪知事や滋賀県知事と徹底して話をして、大井原発、高浜原発の再稼働は許さないと、この声を上げていきたいと思います。最後になりますが、先ほど山本さんがおっしゃった通り、丹後半島に実にアメリカ軍基地が作られようとしているんです。 X バンドレーダー、北朝鮮から飛んでくるミサイルです。真っ先に京都が狙われるに決まっています。しかし皆さん、勇気あることに今地権者の方でもう3月31日をもって防衛局に土地を渡せないと勇気を持っておっしゃっている地権者が何人かおられます。私はその方の勇気に本当に敬意を表します。そして知事として丹後半島にアメリカ軍基地の建設は許さない、このことをお約束したいと思います。皆さん、府政の主人公は我々一人一人です。一人一人が声を上げることで京都府政を変えることは可能なんです。ここで生まれて育ち、年を重ねたいと思えるような安心して住み続けられる京都、これは実現可能です。皆さんご一緒に憲法の理念の息づく人命輝く京都を作っていこうではありませんか。共に頑張りましょう。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。ただいま午後のパレード訴えをさせていただきましたのは、行動する医師小児科医知事候補尾崎望でございました。たくさんの皆さんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。府民一人一人が輝く命、暮らしを大切にする京都府、尾崎望知事の実現でご一緒に作ってまいりましょう。最後の最後まで尾崎望へのご支持とご支援の輪広げていただきますこと重ねてお願いをいたしまして、この場での外相からの訴え終わらせていただきます。